こちら現代風にアップデートされたレトロデザインのジャケットをご紹介していきたいなと思います。名前がなんとハッピージャケットっていう名前。皆さん大体このエクワックスレベル7を思い出すと思うんですよ。はい、本日はですねこちら現代風にアップデートされたレトロデザインのジャケットをご紹介していきたいなと思います。初めてですねワイルドシングスっていうブランドをご紹介させていただきたいなと思います。つい先日の買い物動画行った時にこちら購入したと思うんですけども、名前がなんとハッピージャケットっていう名前。どんだけ幸せになるんだろうか、これを着るだけでどんだけ幸せになるのか。これを真面目な顔して会議する時ね、よしこの商品名どないにする、ハッピージャケットは部長いかがでしょうか、よしそれで決まりだ、どういう意図で決まってたのかちょっとよく分からへんねんけども、まあ、とにかくこういうハッピージャケットっていうジャケットが出ました。でこれ見た時にパッて思うのがね、皆さん大体このエクワックスレベル7を思い出すもんですよ。なんか似てないって。このエクワックスのレベル7ってこれ米軍で使われてるプリマロフトっていう中綿入ってるやつね。でこのワイルドシングスも、中綿入っててプリマロフトなんですよ。一緒やないか、こんなん全部一緒やないかってなってくるんですけども、ただこのエクワックスのもう 今や結構時代が変わってですね、もうデッドストックの新品とかやったらなんか7万とかするらしいですね。それ考えるとこの今回のハッピーちゃんすごいお得に感じると思います。なのでまずは早速ね着用していきたいなと思いますので見ていきましょう。僕今回購入したのがサイズ M サイズですね。 M サイズで購入してこちらプリマロフトをちゃんと採用してますよというタグがついておりますが、はいはいはい、なるほどね。前回買い物動画では着てたと思うんですけど、あれから約3週間ぶりぐらいにこれ着用したので、久々の着用感なんですけども、確かにこれワンサイズ下がいいですね。普段着てはるのが L サイズやったら絶対 M がいいやろうし、普段 M 着てるんやったら S サイズがいいかなとは思うんですけど、まあゆったり着たいとかであればいつも通りのサイズで着ると結構ダボっと着れるかなと思います。でねこれのねコーディネートしてるやつとか結構見ていったんですよ。そしたら皆さんこんな感じでなんていうの、こう上だけ締めて下ちょっと開けてダボっとしたパンツ履いてるみたいなの結構多かったんですね。だからそのスタイルするんやったら僕もう一個上でもよかったかなと思うんですけども、まあ、僕あんまそういうスタイルはしないので、まあ、いつも通りの感じで着たいなっていうことでワンサイズ下げて購入はしております。まあ、後ろからね見てもらった感じとかもどうですかね。唯一デザイン的に言ったらこの腕のところにワイルドスイングスって入ってるけど、まあ、これ以外に関してはそこまであのエクワックスとほんま変わりないんちゃうかなと思ったりはしますけども、今回 M サイズで着用してます。一応エクワックスも着てみましょう。はい、とこちらがですね S レギュラーっていうサイズで着てます。だから普段より2個ぐらい下げてるのかな。それで、まあ、同じぐらいな感じなんで両方ともアメリカやったっけな。ワイルドスイングスってアメリカでしたっけ、ちょっと分からへんねんけども、海外サイズなんでね、普段のサイズ感とはちょっと違うかなと思います。でパッて見てもらった感じほんま似てるでしょ。でなんか最近どうやら古着の市場が結構伸びてるらしくて、それの影響でもう玉数が少なくて7万とかになってるらしいんですよ。でじゃあ今回ワイルドスイングスのこのハッピーちゃんは何倍やったかっていうと42,900円なので、そう考えると安くは感じるんですね。で冒頭でもお伝えした通りこれ中綿ジャケットになってますので、中綿といえばこう皆さんに何度も何度もお伝えしている通りこういうシート状の綿が入ってるんですけど、これが人工で作られた綿になってるんですね。でこれを中にこうヒュッて入れてるということになってて、この厚みってオンスっていうんですけど、この厚みまあ重さなんですけどね、その厚みがオンスが5、6、7ってどんどん増えてくると厚みが増えてくるし、2オンスとかだったらもうちょっと薄いやつがあったりして、このねオンスの重みによってちょっと暖かさっていうのは変わってきますので、今回エクワックスと比べた感じねどうなんかというと、多分ほぼほぼ同じようなね厚みを使ってると思います。っていうのも分からんけどワイルドシングスこれは多分真似したいと思うので、多分同じような厚みで作ってるから、温かさはどっちの方が温かいんですかっていう話になってくると同じだと思います。だからほぼほぼ変わりない。プリマロフトの厚みってもう決まってるんですよ。ある程度しかもう数選ぶとかないから、6オンスやったら6オンスってもう多分同じやつ使ってると思うので、温かさに関してはねもうほぼほぼ違いがないと思っていただいて大丈夫かなと思います。あとはまあデザインの面でねちょっと嫌やなとかっていうのもあるかもしれないんですけど、そういうことになってます。でプリマロフトの何がいいのかっていうと、この中綿シリーズって結構いっぱいあるんですよ。シンサレードとかプリマロフトとかエーペックスとかいろんな中綿ブランドがアメリカから出てるんですけど、それの全部に共通してることっていうのは、最もいいことって何なんかっていうと洗えるっていうことで、濡れても OK、 雨でも OK、 全く気にせんとデニムのようにガンガンいけるっていうところがこの中綿ジャケットのいいところなんですよ。でデニムって聞くとやっぱり限られるじゃないですか、着れるシーズンやけど、この中綿ジャケットっていうのはとにかく暖かいと、で暖かさがあってデニムと同じようにバンバン洗濯もできるって考えたらめちゃくちゃ重宝するんですね。だから僕つい先日かちょっと前の動画で全人類買えるべき中綿ジャケットって紹介したと思うんですけど、その時にはまだこれなかったんで紹介してないんですけども、それぐらい全人類一着持っててもいいよっていうぐらいちょっと汚れる可能性あんねんとか、ちょっと日曜大工すんねん、ちょっと居酒屋行くねんっていう、もう匂いがついたり汚れたりした時にすぐ洗えるってなったりしたら、やっぱこういうダウンジャケットってなかなか洗えにくいし、クリーニングに出さなあかんけどクリーニングに出しといてパパって言われて奥さんにね、もうめんどくさいな行きたくないな、せっかくの土日ゴロゴロさせてくれと思うんやけども、持っていかなあかんっていうのじゃなくて、えこれ中綿ジャケットなんかそんな洗濯できんで、もうクリーニング持ってかんでいけるいける、洗濯ぶち込んどいてなんて言ったりしたらね、洗濯
くぶち込んどいて、そんなもんあんた自分でやれと、あの偉そうに私お母さんちゃうねんからって言われたりしますので、それは皆さん気をつけていただいて自分で洗っていただければなと思うんですけども、その自分で洗えるっていうのがプリマロフトのいいところであるということになっておりまして、僕個人的にはね、じゃあこのエクワックスどっちがおすすめなんかって言われた時にはですね、値段関係なくいきましょう。同じ値段やったとしてどっちの方がおすすめなんですかって言われたら、僕個人的にはこっちのワイルドシンクスの方がいいんちゃうかなと思ってます。まあなんでなんかっていうと、まあ理由はあの名前が可愛いから、まあそんなふざけたことじゃないんですけども、理由はね、首のところ、このエクワックスの僕をキーヒン最大の理由ってこの首が硬いんですよ。まあなぜなんかっていうと、この中にねフードが入ってるんですね。でこのフードの生地がパンパンすぎて、この首のところの生地がパンパンになっちゃってるんですよ。でこれがどういう弊害が起こるかっていうと、この首に当たってる時に硬いんですよね。なんか違和感あるんですよ。でそれによってもう筋とこうと思ってキーヒングになったり、特にフードとか着てる中にパーカー着たりとかした時に重ね着したら、もうここら辺に違和感しかないんですよ。だからもうずっと違和感感じてるから邪魔くさかったからもうキンクになったんですけど、このワイルドシングスの方はねそれがなくて結構柔らかいんですよね。多分この辺アップデートして改善したんちゃうかなと思うんですけど、これがね非常にいいんちゃうかなっていうことで、まあ微妙な差なんですけど、はっきり言ってまあ同じような生地使って同じような中綿使ってたら違いないんですけど、まあその着てる方からしたらこの首の柔らかさっていうのはね非常にいいんじゃないかなと思いますので、どっちがいいのって言われたら、まあ、こっちかなと。であとはその時の古着屋さんとか行った時に、これがデッドストックで安かったり古着でも1万円で売ってたってなったら、それは値段で相談してもらったらいいんですけど、もう値段度外視でって言われたら、まあ、こっちなんかなとは思います。で、まあ、特に僕自身が古着があんま好きじゃない、なんでかっていうとちょっとオイニーの方があんま好きじゃなくて、これ誰か着てたんちゃうかとか思ったりして、あんま嫌やし、人によってはなんか霊感のある人ってミリタリー見たらすごいらしいんですね。ミリタリーってもともと軍で使ってたから、やっぱそれで亡くなった方とかもいらっしゃったりとかしてて、すごい霊感を感じる人はあるらしいんやけど、まあ僕全く霊感は感じひんねんけど、あんまりそういう古着がもともと好きじゃないっていうところで、まあこれってなったのもあります。でね、今回ね、この商品ページ調べてみてください。そしたらね、シルバーインサレーションって出てくるんですよ。でシルバーインサレーションって何ですかって話なんやけど、中綿ってね、まあこんな感じで、まあそれぞれ実は種類があって、それぞれ特徴とかあったりするんですね。例えば水に強いですよとか、そもそももうダウンぐらいの保温力ありますよとか、いろいろそれぞれ特化してるっていうのが中綿にはあるんですけども、まあその中の一つが、今回のシルバーなんとか、シルバーインサレーションってやつで、ゴールドインサレーションとかもあったりするんですね。でそれになってくるとよりこうダウンに近い感じになってきたりするんですけど、まあその中で言うと、今回シルバーインサレーションなんで、ただこのエクワックスがシルバーインサレーションかどうかはわからないんですけども、触ってる感覚としてはまあ音質は変わらへんけど、あとはどれぐらいの品質が違いがあるかっていうところで、あそういう種類の一種かと思っていただければいいかなと思います。やっぱりそれゴールドとかになったりした方が原価としては高いんですけど、別にシルバーやから悪いってことはなくて、世の中にそんなんね、プリマロフトとかインサレーションとかエーペックスとか、そういう名前のついてない中綿ってもうそこら中にゴロッゴロしてるんですよ。特にセレクトショップにはもうゴロッゴロ中綿って言うと無名中綿ブランドとかいっぱいある中で、ちゃんとプリマロフトっていうのは使われてるので、まあ、この辺は安心して、まあ、軍でも使ってるし、今はもうプリマロフトっていうのは米軍で使われてないんですけども、エーペックスっていう中綿が使われてたりっていうことで、グローブでいうところの、ミズノのミズノプロ、ビクトリーステージ、ビューリーグみたいなもんやと思っていただければ、結構かなと思います。野球わからない方はちょっと調べていただきたいですね。でそしてですね、まあ、デメリットとしてはとは言いながら、どういうところがやっぱりデメリットになってくるのかっていうと、中綿ってね、これねジャケット全部そうなんですけど、ずっと外にいてるとあんまり暖かくないんですよ。やっぱね、一番いいのはこう車運転してる時とかでは、なんか薄着で運転しやすいのにあったかいやんとか、あちょっと駅から駅のこう乗り換えの時だけピュッて出るとかやったらちょうどよかったりするんですけど、初詣行ってるとかね、ずっと屋外でなんかスポーツ観戦してるとかってなった時に、まあちょっとこれは向いてないジャケットになりやすいかなと思うので、そういう時はもうダウンジャケットに切り替えた方がいいと思うんですけど、本当にそれぐらいのデメリットで、あと特になんかここ悪いなとかあそこ悪いなっていうのがあんまないんですよ。こうやって手とか突っ込んでても、このジップがね結構でかいんですね。だからここまであんまりファスナーつけてでかいやつってないんですけど、まあ出し入れ、手の出し入れもしやすいし、で袖口にはちゃんとベルクロがこうやって使われるので、この隙間からね風が入ってこないようにとかっていうのもできるようになってるし、でまあフードも出したかったら出したらいいし、まあ僕あんまりフード好きじゃないからフードは出さないですけども、まあこういう感じで着てもらえればいいんじゃないかなと思います。だから中綿持ってなくて、ちょうど探してたエクワックスみたいな探してたっていう方にはもうマジでドンピシャやと思います。でおすすめの人はどういう人なんかっていうと、まあ、さっきも言ったけど車移動の時とか、あとショッピングモール行ったりとかしたらちょっと暑くなってくるじゃないですか。ほんでEダウンジャケット着てる時ってダウン自体が湿気を吸ってくれるんですよね。だから着てても結構快適に折れるんですよ。そんなブクブクのダウンジャケット着てるけど暑ないんって言われても、意外とEダウンって傘だからあるから吸ってくれるんですよ、湿気を、体の湿気を。ただ普通のダウンジャケットとかやったらやっぱり蒸れてくるんですよね。そうなった時にこの中綿ジャケット
だったら蒸れにくいし、そこまで汗かくほど暑くないっていうところなんで、めちゃくちゃ動きやすいんですよ。でダウンジャケットほどこうボコボコしてないから動きやすいしね、その人混みの中とかでもこうぶつかったりとかがあんまりないから、その辺はね非常に重宝できるんじゃないかなと思います。特に大阪のね正月のね福袋とかセールなんか行ってください。とんでもないことになるから、もう人に人に人っていう状態で、もうおばさんとかはね、もうあの人たちは戦闘能力非常に高いので、ちょっとぶつかったりちょっと当たったりするぐらいだなんとも思ってません。もうそれぐらいの勢いで猛突進してきますので、そんな時にバルトロなんか来てたらね、ボカーン吹っ飛ばされるんですよ。これぐらいスリムなことでシュッシュッシュッってオーバーズをこう避けながら買い物していくっていうところはね非常に大事になってくるんじゃないかと思います。でその時にオーバーズの特徴としてはですね、基本的に北斗の剣の、髪型してきます。北斗の剣みたいなこうガーッとオールバックみたいになした、短髪の、ね、髪型してきて襲ってくることがありますので、その辺は皆さん、十分ねご注意していただければなと思います。まあ、ちなみに僕のばあちゃんも北斗の剣みたいな髪型をしております。だからその世代ですよね、気をつけていただきたいなということで、まあ、今回ワイルドシングスのハッピージャケットということで、まあ、ワイルドシングス自体僕初めてやったんですけど、やっぱり定番っていったらこのハッピージャケットとかモンスターパーカーとかっていうのがあるんかな、これよりもちょっと着丈の長いやつがあったりすると思うんですけど、そういうのが、モンスタージャケットかな、なんか定番みたいで、初めてね今回買わせていただいてよかったかなと思います。また引き続きね買い物動画2っていうのが出ると思いますので、そちらもね一緒に見ていただければなということで、買い物動画1で、ララポート甲子園のオッシュマンズでこちら買わせていただいて、オッシュマンズ2の西宮ガーデンズではまた違うものを買ってますので、そちらもご覧くださいということで、本日はですねワイルドシングスのハッピージャケットを購入したという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。